同和自動車工業株式会社は1934年に創設され、1942年に満州自動車製造株式会社に吸収された自動車会社。日本では第一次世界大戦によって自動車の軍事的有用性が理解される一方で国内資本による自動車製造業が立ち上がっていたが、その後、フォードモーターやゼネラルモーターズなどのアメリカの大手企業が日本に 進出。外国者が国内市場を席巻する勢いだったことから国策による自動車産業を振興の機運を高めることになる。童話自動車の製造現場。写真中央は法天市に置かれた童話自動車の本社。満州においても同様で満州国建国をきっかけとしてフォードと GM が進出して販売網を整備。 両者が乗用車で過半数のシェアを獲得したことが、関東国や南満州鉄道を刺激させ、満州国内での自動車産業の振興と国産車の製造力強化を目的としつつ、外国車の排斥も視野に入れて1934年3月26日に設立された。設立にあたっては、南満州鉄道と満州国政府が過半数を出資、当時日本国内で、 自動車製造業を営んでいた東京自動車工業、東京ガス電気工業、鳥羽ムの三菱造船が資本参加していた。620万円、超額料がアメリカの資本と技術供与で完成させていた自動車工場を満州事変で日本が接収していたが、同和自動車設立に際しては、同工場とその設備が現物出資されて創業を開始した。 1934年7月28日の満州日報によると年間製造予定は5000台であったものの関連する部品産業などが立地しなかったため部品や材料を日本から輸入して組み立てた乗用車とトラックを再度日本に輸出するという現地組み立て工場の域を出ないものであった。ありがとうございます。